竹やぶの新しい竹が枯れかかってますね。大丈夫でしょうか。若竹と聞くと涙ぐんできて忘れようよその話は。はい、コンペさん、この樹齢300年のカツラの木ですか。大丈夫でしょうか。まあ人間で言うと歌丸さんぐらいだから危ないですよ。ダクタロさん、ああこの枯れかかってハゲてる木ですね。はい、大丈夫でしょうか。大丈夫ですよ、花坂じいさん連れてきましたから。歌丸さん、あなたの前ですけれども、この松の木はもう寿命が来てますな。大丈夫でしょうか。楽太郎と同じで根っから腐ってますよ。よし、一枚やってくれ。